んな感じですね。え、今あの中央本線の上諏訪駅に来ました。上諏訪駅ですね、秘境駅じゃないんですけどね。こんな感じ、解説がこんな感じです。大体こんな感じですね、入り口は。大体入り口はこんな感じです。でね、足湯の駅なんですけど、ちょっとここはね、秘境駅じゃないんで、結構主要駅に近いんでね。で、ここで待合室です。大体こんな感じですね。ミッキーがいまして、大体こんな感じですかね。やっとじゃ、やっと人がいなくなったんでね。大体改札はこんな感じです。周りにタクシーがありまして、でちょっと外に出てみましょう。外がこんな感じで、駅前に放送大学がありますね。放送大学がありまして、なんかね、結構タクシー乗り場がありまして、まあ民家が数軒上の方にもありますね。数軒あってマンションみたいのがありまして、タクシー乗り場があって、まあバス停みたいのがありますね。だいたいこんな感じですね。で、はい、上諏訪駅でーす。ではね、入ってみましょう。まあ、だいたいこんな感じですね。こんな感じですね、上諏訪駅。では、ホームに行ってみましょう。で、ホームにはですね、足湯がありまして、足湯があります。じゃあ足湯の方に行ってみましょう。で、あずさが見えますね。で、改札を通りまして、改札通って大体こんな感じですね。あずさがありまして、改札がありますね。そうなんですね。ご乗車ありがとうございました。本日は上諏訪です。車内にお忘れ物をお願いします。大体こんな感じですね。こんな感じで、上諏訪。はい、上諏訪駅です。お客さん一列を新宿駅に発車いたします。で、なんと、美味しい水があるんですね。ようこそ上諏訪温泉。ここは足湯がありまして、美味しい水が飲めんですね。こんな感じです。はい、足湯ですよ。上諏訪駅名物足湯です。はい、足湯ですよ。駅の天風呂、前はですね、本当に露天風呂がホームにあったんですけど、まあいろいろとね、ちょっとね、問題がやっぱりあるんでね、今はなくなってしまいましたけどね。昔はここ本当に露天風呂があった駅です。はい、でね、まあ大体こんな感じですね、上諏訪駅。ただ足湯があると言っても秘境駅ではないのでね、人は結構いっぱいいるんで、その点気をつけてくださいね。でですね、で、こっちが高尾八王子方面です。で、こっちが松本方面です。で、まあ大体こんな感じの駅ですね、上諏訪。では足湯に行ってみましょう。で、足湯にじゃあ入ってみましょうかね。だいたいこんな感じになってますよ、足湯。で、こんな感じになっています。これが足湯ですね。これが足湯です。上諏訪駅名物の足湯です。だいたいこんな感じになってますね。足湯です。これが足湯ですよ。だいたいこんな感じですね。足使うだけなんでね、靴下脱いで。ね、当然入んなければいけませんからね。はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、上諏訪ね。はい、こんな感じです。ではですね、失礼します。